はい、ということで、はい、今日は、はい、ピクニックに行くんですけども、それ用で朝ごはんをちょっと6人で作っていけたらなと思います。はい、じゃあ早速もうちょっと分担しながら作っていきましょう。何を作りますか？何を作ります？一人ずつ。はい、まだ何作るの？果物洗います。果物洗います。なんちゃんは？僕は、なんだろう、まあでもおにぎりだったりとか、うん、あとパンだったりとかできればなと。何も作られへんやん。こうだよ、おシャンティーなサンドイッチを作る。たんちゃんはマヨネーズかけます。こうだよはおシャンティーなサンドイッチを作る。ちょ、朝からこれしんどいて。あ、僕洗い物作るんです。あー、よかった。結構それぞれ役割が。自分何すんの？俺はね、卵焼き作る。はい、あーね、早速作っていきましょうか。はい、あるやん。あ、これってハム生でいける？いや、違う。あ、うん、だからなんでさ、切り込み入れるか知ってる？火の通りよくするためじゃない。美味しそうに見せる。わあ。え、おにぎり職人の技術ってやつ。名前書いてないモンスターがあるけど飲んでいいから。おにぎりって名前書いてあるんで。ちょっとくるくるって、あの左回転させてみてもらっていいですか？いや、まあ、だって書いてある。うわ、ガチや、こいつ。あ、卵そんなにあんねん、うん、え、キウイって。うわ、仕事取られた。誰にタッチャ。うわ、いや、ちょっと時間の効率を考えるとここで自分が動いた方がいいなって。マヨネーズ取るだけじゃないんかい。いや、俺マヨネーズかける役や。あ、でもマヨネーズが予想以上になかった。確かに割りがいいんかったな、チャンス。シャイブ、ちょっと早く片手割り合っていいですか？うん、よいしょ。やばい、活動領域が狭い。確かに AT フィールドぐらい狭い。確かに6人で料理する AT フィールド知らん。 ETC、ETC ぐらい ETC 狭いけど、あれだいぶ狭いけど。毎回あれ上がるとき俺ヒヤヒヤするね。 あ、そっち俺横の幅俺大丈夫かなと思う。たまに、え、あそこの空間好きなんすけど。え、なんでキウイ触ろうじゃん。え、なんで洗わんのか。抜くよね。抜く。おぉ、あ、枯れた。うぇ、あ、セラさん、お箸だったのに。セラ、ん？口上げる。キウイの剥き方がどんどん。うわ、落とせや。え、俺これ、ハムをさ、ハムをさ、これ、このままこれ食べるやん。そんならポニョを思い出すんよ。あー、ポニョ。なんかちょっと、うまいせんな。え、こういうのあったやん。やばい、ものすぎる。これ多分、これさ、致命傷なんですよ。え、なんかこういうやつなかったっけ？ないっすね。ないか。うん、俺どっちでもかな。どっちでもどっちでもどっちでも。あ、俺、やばい。俺、あれやわ、まだ。ハムが塩分。幸せなパンケーキ状態になると。めっちゃ甘くなりそう、今回。このさ、このよくサンドイッチに挟まってる卵ってどうやって作るの？スクランブルエッグじゃない？え、まず、え、使わないと思う。よし、今回はもう別に失敗する気満々でいきます。やめて。やめない。美味しいの食べたい。ごめん、ごめん。ビニール手袋がめちゃめちゃ握りづらい。みんなでそのまま焼くっけ？ウインナー油引かない？いや、油引いてないけどさ。ウインナーそのまま。あれ、なんか味とかつけ方ない？ウインナーそのまま。塩コショウとか。あ、ウインナーって塩コショウかける？ハイマーいつもつけてる。あれとか。マジで言ってる？え、調理中に？調理中に。ここに？あ、さ、あ、かはんちょっといい。なんで落としまくりくるんだろう。まあ、うわ、手袋マジやりづらい。あー、絶滅じゃない状態。熱っ。熱っ。ほんま熱い。ガチで。おい。絶対
下に投げ入れた。熱っ、ほんま熱い。ガチで熱い。ごめんなさい、ごめんなさい。ウインナー油出るよ。ガチで、あ、ちょっと待って、ほんまに。はい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 、ほんまに気をつけよ。一人投げ入れたら、おにぎりできてる。めっちゃ飛んでる。じゃあこの大きさに飛んでくる。結構太めなの。飛んで。まあ、やめたい。はい、オッケー、はい。あ、つい。あんな俺のネギルの。そこ切ってもいい。でも、レジでやろう。これ行こうじゃん。うん、どう？ネギをそこ切ってもいい。お前置くとこ間違えてるって。手の振りやめろよ。え、あと何分取るよ。あと何分同じ出ちゃうかもね。出ないやん。どう、前のせいでタバコ焼きにバイトやないか。形どころじゃなくなったわ。まあ、そういう時もあるよね。ないわ。入れたらいいやつ。それでいいな、それでいいな。2個目でやっとできました。1個目がね、中村君に邪魔されてなあ、写真撮んだ。ノリいる？あの四角で包まれたノリいらんの。バナナ挟まる。バナナサンドも作る。ちょっとだけ少なくなる。え、空のまま入れたの？入れたの俺だろ。入れたの俺だろ。入れたの俺ですよ。入れたのもうちょい作りたい。とりあえず量見てからじゃないですか。今から入れてもらおう。俺ね、あのね、ただ、あ、待って、やらかした。ああ生で行け、生で行け、生で、あかんて。これは万華鏡中に、めっちゃ掘れない。何そんな勝手なことするこいつ。マジで、あ、なんか出てるし、掘れたよ、絶対。だから掘ってる、割れてるな。ああ、しっかりしてや。いや、でも多分そのままいけるよ。うん、そのままいけそう。ガブグブいってるけど。なんかさ、ゆで卵をさ、きれいに剥けるやつみたいな。緑のブドウとキウイのフルーツサンド完成。ちょっと緑のブドウ。これ出来上がってからマスカットいうやん。ちょっとさ、おにぎり完成しました。いいことで聞いたらいいね。人数分のちょっと6個。大臣一人で食べるやろ。でもさ、食べれば今度結構詳しかった。これガチでタイタニック詳しかったら分かる質問して。本場の本場の方いきます。タイタニックを知ってたら誰でも分かるっすね。焦点はいつから始まったんでしょう。何が円楽さんが入る前からやってるの知ってるわ。それ以外知らん。うん、円楽さんは先代の円楽師匠が
こいつを次の商店に入れるって言って二十何歳かの時に商店出たよ。じゃあもうなんか山田ガリュウ下に着てた方が早いの知ってんだよ俺下に着なかったらこういうことになるからピザみたいな。ちょっとそれは違うの分かるよ。違う友達だろ。友達だろの使い方多分間違えてる。今日の友達って思ったこれ彼女よ。うわぁよくありがとう。あ、ごめんごめん。はい、ということで行きました。バナナとチョコのサンドイッチ。いや、これでいく。これは簡単に多分シンプルかつやっぱヘルシーだしだけど甘いんで、でしかもこう食べやすいようにね半分に切っておるのでほんとシンプル。はい、もうちょっと。キラービーグということで、はい、ピクニック用のご飯、ちょっとまあ時間かけてではあったんですけど、作り終わりました。素晴らしい。ね、ちょっといっぱい作ったんですけど、これはまた向こうでお見せできるということで、とりあえずこれを持ってピクニックに行こうと思います。はい、はい、ということでありがとうございました。行ってきます。行ってきます。